メタルスラッグ。実況担当娘です。解説担当父です。メタルスラッグ、ミッション4、死の谷、1番マルコ&ターム、スタートダッシュに定評があります。2番マルコ&ターム、他に影響されないマイペースが売りです。3番マルコ&ターム、優勝候補の一組です。4番マルコ&ターム、参加賞の1位のギリのやつに会いに行って、5番マルコ&ターム、序盤の安定は評価されています。6番マルコ&ターム、いかなく、招待おっさん4人を含みます9組体制が整いました。優勝するのはどの組か、ゲート開いてさあスタートが切られました。9番いきなり死んだー。貴重な残機だけに序盤で減らしてしまうのは辛いですねー。1番はメタルスラッグを取らずに進むようです。安全性よりスピードを重視した結果でしょう。無謀と感じるかもしれませんが、このステージではありです。7番ようやく最初のチェックポイントを通過。1番2号戦車 B 型メルティハニーを超えるもお父さんが脱落。無念のリタイアです。最初のメルティハニーを無傷で超えたのは、2、3、6とわずか。さあ第1コーナーを曲がり多くが、メタルスラッグ恒例となる落ちてくる戦車、3号戦車、ブル、ジャン地帯に入っています。上から横からと攻撃の激しい谷地帯ですね。3番、戦車の弾を正面で受けミス。この時点でノーミスは2番のみ。でも2番は未だ後方、出遅れています。タイムを競う RTA ではないと早い。遅いほど敵の出現が増えるのでやはりスピード感は欲しいですね。7番も戦車の弾を受けリタイアです。非常に丁寧に進めていただけに残念です。本戦からは脱落しましたが、1番がボスに到達。9番メルティハニー超え失敗リタイアです。あまりギリギリでもいけないし、手前すぎてもダメ。メルティのジャンプ越えは意外に丁寧さを要求されますからね。さあ残機はゼロですが3番がボスに到着。メタルスラッグの体力は満タンなので期待したいですね。しかし3番はリタイア。5番もリタイアしていますね。やはり要塞期待は難しいようですね。ボス直前、最終コーナーなので敵の当たりもきつくなってきます。各員の一層奮励努力を期待しましょう。6番も要塞地帯に散りました。要塞は上にトゲがあり、ジャンプスルーできませんからね。残る派2番、8番のみ、どちらもボス戦に突入しています。最後の直線コース、急ぎたい気持ちもあるかとは思いますが、挟み撃ちをしてくるボスなので、冷静に対応してほしいですね。8番もついにリタイア。2番最後尾から見事にごぼう抜き。2番はスピードこそなかったものの、要所での丁寧な攻めが功を奏したみたいです。2番、ボス、反落軍兄弟装甲戦闘車領収アンドカーの撃破。しかもノーミスです。実はノーミスが一番楽だというのは、レトロゲームの鉄板です。記録には残りませんでしたが、5番もボス撃破。おめでとうございます。意地を見せたということでしょうか。以上テイク数43の中から特に選ばれた映像でした。以下はクリアした映像ノーカット版です。ここはホロ目当てにもたもたしてると、ベランダの兵士から狙われます。確実性ならメタスラゲット、スピード重視なら直進、ただここでメタスラを取らないと、切りつけ兵士が多数飛び込んでくるので、危険度がかなり上がります。この飛びかかり切りつけ兵士は本当に厄介だった。メタスラのバルカンで丁寧にメルティを排除。ブルちゃんは上から弾を撃ってくるので、登場前に走り抜けます。ここの兵士手榴弾地帯も結構厄介。切りつけ兵士の次に嫌い。ギリ戦車はしばらくすると弾を撃ってくるので、さっさとジャンプスルー。3代目メルティは息を合わせてジャンプ。バラバラにやると遅れる上に、メルティがミサイルを撃ってきて危険になります。要塞は手強そうだけど、手榴弾2発なので、無駄にしないように、でも積極的に使ってできるだけ早い突破を目指すよ。遅れると上からの攻撃が激しくなるので、あまり丁寧な攻めは返ってアウト。ボスはまず速攻で上の戦車を全力撃破。挟まれる心配がなくなるから、
じっくり攻撃することができます。下の戦車は後ろに回り込んで、ミサイルに気をつけつつアタック。敵は爆発資産、やったぜ。ここまで見てくれた人は本当にありがとうございます。次のステージクリアできたら、また会えると思います。